オーヘンリー作、罪と覚悟、朗読をしていた森宝です。聞いてくださってありがとうございました。このフリートークもですね、結構続けてきてますけれども、思ったよりも聞いてくださる方が多くて、すごく嬉しいなと思っていつもやってます。なんかのあれでも書いたんですけど、朗読は 100% 聞いてくださる方のために朗読をして、このフリートークに関しては、自分の言いたいことだったりとか喋りたいことだったりとか、自分のためにやるというような意味合いで続けていこうかなと思ってます。はい、もしよろしければ、こちらの方も聞いてみてください。はい、でですね、今回はこのオーヘンリーというアメリカの小説家ですね、この人の小説を読みました。この人もですね、名前も知られてますし、短編小説の名手というふうに呼ばれていますね。私も結構好きで、いろいろ読んでます。で、この方はですね、100% フルネームではなくてペンネームなんですね、オーヘンリーというのが。本名は、ウィリアム・ポーター、ウィリアム・シドニー・ポーターですね。はい。で、オーヘンリーというペンネームの由来っていうのは、いろいろあるんですけど、僕が好きな由来は、このウィリアムが好んでいた野良猫を呼ぶときに、オーイ・ヘンリーというふうに呼んでいたことから名付けられたオーヘンリーというペンネームだったんじゃないかっていう説が、個人的には好きですね。はい。その他にも本当にいろんな人生を歩んだ方でして、当時、ポーターが、ウィリアムが銀行に勤めている時に、銀行のお金を横領したんじゃないかっていう疑いで起訴されちゃうんですね。で、その起訴されて裁判所に行く間で、このウィリアムが逃走しちゃうんですね。なので、そこから逃走期間があるので、実際裁判で結果がどうだったのかっていうのが出てないんですけど、本人もこれについては語っていないので、だから実際に横領があったのか、何か問題があったのか、後ろ暗いことがあったのかっていうのは定かではないです。で、当時の裁判だと、もう起訴されてしまうと、こういうケースだとなかなか無実っていうのは難しいんですね。そこまでちゃんといろいろ調べることができない時代だったので、もう起訴されたらもう罰するっていう方向だったので、だからそれが怖くて逃げちゃったっていう可能性もありますけどね。後に見つかって有罪判決を受けるという形になりました。ただですね、その間にもうすでに結婚していて、奥さんと娘がアメリカのニューオーリンズにいたんですけど、そのニューオーリンズの妻たちを残して逃亡生活に入ってしまったので、奥さんたちが体調崩しちゃうんですね。で、最終的には奥さんの危篤の連絡を受けて、ようやく戻ってきたっていうような、ちょっと悲しいエピソードもあったりします。はい。で、その刑務所に入った、8年間懲役を受けることになるんですね。そこで出会った看守さん、もしくは、強盗というふうにも、言われてるみたいですけど、どちらかっていうのはちょっと定かではないらしいんですけど、オーリン・ヘンリーっていう人がいたらしいという話がありまして、そのオーリン・ヘンリーから取った名前なのかもしれないっていう、いろいろな説があります。その他にも本当に数えきれないぐらいの説があるので、実際どうなんですかね。個人的にはやっぱりその猫だっていうのが好きです。なので、この人は本当に波乱万丈な人生だったんじゃないかなと思いますね。あんまりうまくいくことが少なかったみたいな、そういう印象を受けます。ただもちろん、この小説家になって、本を書くようになってからは非常に評価された作家さんでした。それまで、そこに至るまでですね、なかなか大変だったっていう、その辺は
夏目漱石さんとこうちょっと近いのかなっていう気も若干しますね。まあ全然キャラクターは違うんですけど、まあ、このヘンリー、まあ、ウィリアム・シドニー・ポーターはその、まあ、銀行に勤めたりなんだりする前に、まあアトル・エステスっていう、まあ、女性と結婚するんですけど、そこから、まあ、結婚生活をこう支えていく上で風刺の観光誌を作るんですね。まあ新聞ですね。でそれのタイトルが、まあ、ザ・ローリング・ストーンっていう、ただこれイギリスの、まあ、ザ・ロックスターローリング・ストーンズとは違います。まあ関係ないです。ザ・ローリング・ストーンというまあ観光誌なんですけど、イギリスのビッグバンドのローリング・ストーンズが名前を付けたのはそこからではないので、全くの別物ですね。あっちの方はメンバーのブライアンと、あとミック・ジャガーとキース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ビル・ワイマン、ミック・テイラー、ロン・ウッド、まあブライアン・ジョーンズはまあ亡くなっちゃいましたけど、アダムは個人的には正式メンバーじゃないんですけどね、イアン・スチュアート、まあスチューっていう風に愛称で呼ばれたりしてますけど、まあね、あの人も僕の中ではローリング・ストーンズだったんじゃないかなと思ってますけど、まあそのあっちのローリング・ストーンズとは関係ないです。まあまあちなみにあっちの方はマディ・ウォーターズの曲のローリング・ストーンから取られているので、はい、すみません、全然関係ない話でした。自分はまあ、ザ・ビートルズが大好き でそこから、まあ、イギリスのロックがすごい好きなので、まあもちろんザ・ローリング・ストーンズもそうですし、まあ、あとはちょっとあれですけどオアシスも好きですし、まあ、そういう系の話はすごく好きなので、まあ、今後もよく出てくると思います。はい、で今回朗読した、罪と覚悟という話は、まあ金庫破りの話なんですね。でこう金庫破りと聞くとやっぱりポンとこう浮かぶ作品というとオーシャンズシリーズになるんですかね。オーシャンズシリーズだとやっぱりこうジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、まあもう本当にこう名優揃いの豪華な映画っていう感じがしますけどね。あれ意外と知られてないんですよね。ジョージ・クルーニーがオリジナルだと思ってる方結構多いんですよ。違うんですよね。これもともとはこう1960年代のオーシャンと11人の仲間っていう映画があるんですよ。でこれの主演がフランク・シナトラなんですよ。だからフランク・シナトラの中では結構後の方の作品になってくるんですかね。割とフランク・シナトラというとやっぱり私を野球に連れてってたとか、あとは踊るニューヨークですか、確かとか、まあ、あとはまあ怒りをあげてみたいな、こうザ・ミュージカルのザ・エンターテイメントの、まあ、ジーン・ケリーとの組み合わせっていうのがなんとなくイメージにすごいありますけどね。そうではないこうちょっと渋いというか、こうなんていうんですかね、うん、おじさんの哀愁みたいなのがこう漂ってくるような時代のフランク・シナトラの映画ですね。このオーシャンと11人の仲間、これがリメイクされたのがこれがリメイクされたのがジョージ・クルーニーたちのオーシャンズ・イレブンですね。後に12といろいろと続編が続いていきますけど、このオーシャンと11人の仲間も、まあ、ものすごい面白い映画ですね。やっぱりリメイクされたもののように、こう絵的な派手さだとか、まあなんかこう華やかさみたいなものっていうよりはどちらかというとちょっと渋めなんですけどね、うん、フランク・シナトラが好きな人には非常に面白い作品なんじゃないでしょうか。でこのフランク・シナトラバージョンオリジナルのオーシャンの方にはピーター・ローフォードも出てくるんですよ。これ多分若い人っていうとなんか僕もいくつなんだって話になるんですけど、
多分若い人は、若い世代の人にはなかなか馴染みがないんですけど、ピーター・ロフォードは、僕の中ではもう完全に若草物語なんですけど、若草物語のあのローリーですね、一人息子の、あのローレンス家の、あの隣人のローレンス家の一人息子のローリーですね。まあ、このピーター・ロフォードが、まあ、このフランク・シナトラと結構活躍している時代も、あと世代も似ているので、例えばそのフランク・シナトラが野球を私を野球に連れてってで出てきた時代と、この若草物語ってほとんど同じ時期なんですよ。1950年ぐらいですかね。だからその2人がこうちょうどいいぐらいのこうおじさまの年になってきてオーシャンで共演するっていう、まあなんか個人的にはこうたまらないですよね。もしお時間があればぜひ見てみてください。あれに貼っときますので、 YouTube の説明概要欄に。はい、というわけでですね、今回も、そろそろ10分を超えつつあるので、この辺にしたいなと思っております。はい、というわけで、今回はオーヘンリー・ウィリアム・シドニー・ポーターの罪と覚悟を朗読しました。朗読をしていた森高菜でした。さようなら。